実は家族増えました。とりあえずミルクを飲まして、性別は男の子。男の子、うん、名前も発表したいな。そうそう、誘い方うまいんよ。もううちらちょっとやばいな。この子もちょっとやばくなるかもしれんけど、せーの、はるみな、おにゃブログにゃーはい、急遽動画をしてます。そうそう実は家族増えました。イエーイ。ちょうど春の誕生日の前の日に出会って、うん、なんか最初そう結構困った。何したらいいかわからなくて、うん、とりあえずミルクを飲まして、歩き方も結構ヨボヨボしてたから、うん、か弱い感じですごい、うん、実はこう今下にいます。ママエッチ出してあげてよ。ママエッチ名前も発表したいな。そうそう、はい、性別は男の子。男の子、うん、名前はララちゃん。ララちゃん、ラブラブから取って、うん、ララです。うん、書き方は、うん、春の R とリナの A、うん、で、ララちゃん。イエーイ。それではかわいいな、ララちゃんの登場。かわいいよな。ララちゃんおいで。ララちゃん、あ、来た来た来たよ。じゃーん、かわいい。かわいい。お、すごいカメラ目線じゃない？ほんまじゃない。あっちやで。そこそこ。来たな。よしよしよし。こっちに行ってみる？あ、降りたい。おーっとっとっと、すごいな。元気。そうだね。今はこんな元気やけどな。うん、出会った時はまだ弱かったよ。そう。歩きもあまりできなくて。うん、一歩一歩がなんか、うん、プルプルして。プルプルし、そうそう。見つけた場所も、車庫、車を置いとるところの。2、3メーターぐらいに柱があって、この幅ぐらいの。ちょうどその柱の中に溝があって、うん、その中におったんだよね。そうそう、雨の日で、うん、春の誕生日ケーキ取りに行って、夕方だったから、春がなんか声がするんよって言われて、なんか鳴き声するの、うん、この辺なんか結構大きな鳥がおるんよ、うん、その声と似ててなんか鳥の声だよって言ったんだけど、うん、春がやっぱり見に行きたいって言われて、うん、でもなんかちょっと猫っぽい感じもするけど、でもニャーではないからなんじゃろうって感じだったけど、うんうん、顔をひょこって出したんじゃ、うん、あー、暗かったよな。暗かった。めっちゃ可愛かった。イケメンねんだよね。イケメン。痛い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 よ。春ズボン履いてないもんな。うん、猫でスキンシップ大好きじゃな。うんうん、なぁ、はぁ、あ、男の病院行くまでは、それまでにやっぱり性別と生まれて何ヶ月か知りたくて、うん、で測ったら 360g しかなくて、そうそう、おそらく1ヶ月前後だなと思って、うん、うちは猫飼ったことないし犬も飼ったことないから、うん、何したらいいかわからなくて。確かに焦った。うん、うん、猫砂、うん、買って、そしたらあのすぐおしっこしたんだよね、うん、いやすごいなと思って、うんうん、で今日で出会ってちょうど1週間なんだけど、体重も測ってみたいな。ほんまやな。うん、どのぐらい増えたか。でも最近はちょっと離乳食を食べさせるようになって、うん、あと猫フードも水でふやかして与えたりして、うん、でも水あまり飲まないんだわね、うん、味付きの水あと飲むけどな、その猫フードのちょっと浸した水、うんうん、なんかこう育て方法とか分かる人がいたら教えてほしいなと。ほんまやな、うん、教えてほしい。だからフードもいろんな種類あるけど、うん、2種類ぐらい買ってなんか最後買った方がよく食べるみたいな、うんうんうん、あとなんか爪かきのやつ買って、うんうん、ひなの今 Amazon の買い物リストすごいことになったよな。そうやな、全部猫のものなんか毎回仕事にいてで帰ってきたらどんどんの猫の家が豪華になっていくこれも増えた、これも増えたみたいな。そうやなでも小さいからやっぱ餌は大変、うん、初めてのチュールが脂っこかったのかな、うん、昨日ちょっと下痢っぽくなって猫砂の中でやったんだけど、うん、もう足についたりして春おらんかったんだけどな、うん、足だけ洗って、うん、大変だった大変だったな、うん、すごいよ、うん、でも今朝見たらなんかまだうんち固まるようになったから、そうそう、うん、よかったと思って。まだうちら初心者ママだからな、うん、みんなにいろいろ教えてもらいながら。そうだね、まあ、でもとりあえず病院行った時に元気って言われたのがすごい嬉しくて、うんうん、ね、耳も綺麗だし、なんか何もないって言われて、何もなさそうで、そうそう、まあ、今度ワクチン打ちに行くかなっていう感じで、うんうん、元気でよかったな、うん、最初な、結構
か弱かったから大丈夫かな。本当よな、なんかやっぱお母さんおらんから、うん、その生まれたての赤ちゃんだったら生存率なんか 20% とか、うん、ネットで調べて大丈夫かなと思って本当に 2,3 時だけでめちゃ元気になった、うん、嬉しい。やっぱ春も仕事な、うん、いたりしとるから、うん、なんか、ね、猫おったらいいなって思った昨日いな、なんか猫とイチャイチャしちゃったんだろいやいや結構寄ってくるんだよね、うんうん、いや結構勉強させてもらうこともあるよ。何は？あの猫の誘い方うまいんよ。やってみていい？違う再現してみるな足か、うん、背中にチャンってするんじゃんで無視したら、うん、またチャンするんよ、うん、でまだ無視したらとか行っちゃうんじゃん、うん、まだしばらくしたらまあ戻ってくれん、うん、今度はちょんちょんなんじゃんちょんちょん、うん、いや上手やなと思って、うん、それでも無視したらにゃーってかわいい、うん、にゃーってしながら足の上に来て、うん、このぬくもりで寝たりするんだよね、うん、寝とった寝とったほんまによく寝る、うんなんか横になったらこの脇下かな、うん、来てくれて、うん、めっちゃスキンシップ好きやん。まあなあ、まあ、いっちゃうな。もちろん負けてるな上手よ。かわいいかわいいかわいいやっぱり。いや楽しいペットはねいいなって思ったけど、うん、なかなかなんかこう飼いに行くっていうの勇気はまだなくて、うん、まあでも本当に今回は運命の出会いを、うん、めくり合いだった、うん、大事にしていきたいなこのタイミングな、うんうんちょうどリナもうちはあの会社行って寂しがってたもんな。そやな、それで来てくれたらな、ララちゃん。この間面白いゲームをしたな。リナが寝転がって、じゃあリナのここを。もう本当にマジで変なことするからやめてほしいと思って。いや来るんかなと思ってこう、てんてんてんってやったんよ。そしたら、こうやって。まあ恥骨あたりに来そうやったわ。何教えとんねんね。もううちらちょっとやばいな。この子もちょっとやばくなるかもしれんけど、うん、うん、期待してくださいでも 猫が2人で立ち1人だったら大変やねちょっと今のうますぎやそやなうちも猫に猫のやり方を教わってみる。ライバルそう、うん、いやもっとやばいのがあのミルク好きやから、うんミルクをなんかとかに垂らしてそこを絶対舐めてくれるみたいな。もうやめていいよ何させる気って思ってやめてほしい。じゃあどっちの方に垂らすの？春の方リナの方。シャリナじゃない。なんでだよ。ここの。いや噛まれたらもう終わりや。あほんまやな。にゃーん。アリコじゃな、うん。ちゃんとカメラ目線やと。どう？どう？すごいよ。ララでーす。それではまたねー。またねー。な、チュー。かわいい。こんな感じ。ララちゃんも大きくなるからね。わー、すごい。幸せだなー。にゃー、かわいい。ちっちゃいな。おお。肩寄ってきたでいい？お、すごいよ。アップ撮ってほしいんだな。お、にゃー。イカ同士で撮ってあげるな。な。かわいいよ。にゃー。どっちが漏れとる？両方かわいい正解じゃな。